アンシュルギンは、アメリカの作家で、科学者、アレクサンダー・サーシャ・シュルギンの未亡人である。旧姓ローラ・アンゴットリーブは、ニュージーランドのワイリントンに生誕し、イタリアにある都市トリエステの外側にあるオピチーナ村にて成長した。第二次世界大戦の以前には、彼女の父がこの地で6年間にわたり、アメリカ合衆国の領事であった。子供時代の後半は、アメリカ、キューバ、 カナダに住んでいた。彼女は芸術を学び芸術家となり、別の芸術家と結婚し、子供を持ちそして離婚した。さらに2度結婚し、離婚し、さらに3人の子供を設けていた。それから医療即帰館として仕事に従事し、1978年に幻覚剤を生み出し探求していたサーシャ・シュルギンに出会い。 そして1981年7月4日、休日の裏庭での交絡の最中、サプライズの式によって結婚した。MDMA のような幻覚剤がまだ合法であった。時に、これらを用いた、心理療法家であった。彼女の著作では、ユング派精神分析の観点、同様に、催眠療法との併用において、これらの薬物の可能性を強調している。様々な会議にて、 よく講演しており、治療的な文脈での幻覚剤の使用を主張している。夫と共に、ピハカルとチカルを執筆し、また、エロスに向かうタナトス、サイケデリック探求の35年や、エンセオジェント未来の宗教、エクスタシー完全ガイド、明かされた秘密の監督、高次元の知恵、幻覚剤の継続する影響を探索する行為の、長老、現れる、精神、科学、 医学、セックス、スピリチュアリティにおける幻覚剤の評価に寄稿している。ありがとうございます。